途中出場で大貢献した遠藤、現地専門メディアの評価がこちらです。現地時間3月2日に開催されたプレミアリーグ第27節で遠藤航を擁する C のリバプールは17位のノッティンガムフォレストと敵地で対戦。0対0で迎えた99分にダルウィン・ヌニエスが値千金の決勝点を挙げ、1対0で公式戦の連勝を6に伸ばした。クラブ専門メディアアンフィールドウォッチは限られた出場時間でインパクトを放った日本代表キャプテンを高く評価し、採点記事で7点を付与。彼が投入され列の中盤の形は格段に良くなった、地味ながら効果的と改めてその重要性を伝えた。またリスイスアンフィールドは7点をつけている。ファイナルサードでは大きなプレーはなかったが素早いプレーで組み立てていた。交代で入った2人が絡んでの決勝点だから、クロップの采配も見事だったね。試合後にクロップは航を入れて特別な守備をしなければならなかったと言っているけども、決勝点も敵陣前でボールを失った直後の遠藤の守備から始まっている。あのレビューの守備にマクワリスターの素晴らしいパス、ヌニエスの決定力で取ったボールだった。監督も選手も最高レベルの人材だからこそ取れたボールだった。クロップさんの言う特別な守備って決勝弾につながった守備だろう。あの遠藤の寄せがなかったら大きくクリアされてホイッスル鳴らされてたでしょう。遠藤はアジア杯でも出場しまくりなのにチームに戻っても1試合以外ほとんど出場してるね。それでも結果残すのですごいとしか言えない。しかも誰よりも体への負担が大きそうなポジション、プレスタイルでプレだからとんでもない。危ない部分もあったし万全ではない感じがしたが、速攻の目をいち早く摘むところはさすがだと思った。華々しい活躍はマクワリスターや FW 陣に譲って、と6歳1で活躍してるけど、クロップをはじめ皆はその活躍ぶりをしっかり見てくれてるよ。遠藤は適応力がすごいな。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。